珍しいな。今日は暇なのか？暇とはどういう意味だ？君たちがバーテンダーをしていると聞き、様子を見に来ただけだ。お、さすが耳が早いな。で、バーテンダーの体験はどうだ？そうだな、聞くのが早すぎるぞ。オイラたちまだ始めたばかりなんだ。いや、今の気持ちを聞きたいだけだ。楽しめそうか、それとも不安に感じているだろうか。思っていることをそのまま口にしてくれればいい。なるほど。おい、オイラには聞かないのか？オイラの感想は、おいしいだ。ならいい。よかった、グレーバレーサンセットを作ってくれないか。サイズは任せる。ああ、急がなくて大丈夫だ。悪くない味だ。材料がいいからな。新鮮な果物を使ってるから何も加えなくても甘いんだ。なるほど、モンドの大地に感謝するとしよう。グレーバレーサンセット、これは僕が初めて作ったドリンクなんだ。僕がまだ子供だった頃、父さんが材料をいくつか並べて試しに何か作ってみろと言った。どんなものを作ればいいのか、どうやって作ればいいのか、父さんは何も教えてくれなかった。多分最終的に僕が作ったのがこのジュースだった。え、これを？父さんも驚いていた。ただ当時の僕はジュースは甘いものだとばかり考えていたんだ。だから他のことは頭から抜けていてね。今思えばあれほど稚拙で短絡的な考えもないだろう。うん、僕はそんな風に考えたことがなかった。何しろあの時父さんは何も言ってくれなかったから。だがありがとう。それから君に渡したいものがある。ただ君がバーテンダーとしてもっと経験を積んだ後に渡すとしよう。君の実力ならきっといい仕事ができるはずだ。オイラも応援するぞ。ああ、君たちの成果に期待してる。僕はこれで失礼しよう。